どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、ジョー・バイデン、裁判所を抱き込むための大州長令に署名するという話です。オチとしては、日に日に大州長陣営と宗教に対する不満が高まっているというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。前回の冒頭にも紹介したアメリカの北京五輪ボイコット検討の話が波紋を呼んでいて、宗教の超立憲報道官は2021年4月7日の会見で、スポーツを政治化することは五輪憲章に反するものであり、各国選手の利益を損なうと猛反発。やはりアメリカのボイコット検討は宗教には相当都合が悪い様子です。経済ではアメリカの失業保険申請件数が2週連続で増加、内訳としてカリフォルニア州は3万9000件近く増加し、ニューヨークでは1万5700件以上増えていますが、それ以外の約半数の州、自治領では減少しています。外交関係ではアメリカとイランの核合意に関する作業部会が今週中に再開される見通しです。ただこれはオバマ政権の頃に逆戻りする流れです。あの病気関連ではアメリカ国民の 20% の6600万人のワクチン接種が完了。また 33.7%、 1億1200万人が1度目のワクチンを接種している状況で、あの病気の感染が増えているそうなんですが、病院は空いているという情報もあります。 CDC 疾病予防管理センターも2021年4月8日にわけのわからないことを述べていて、人種差別は深刻な公衆衛生上の懸念と CDC 長官のロチェル・バレンスキー氏が発表。さっぱり意味がわからないんですが、バレンスキー氏はお困りの方なのかもしれません。さすがに現在のアメリカがめちゃくちゃなので、人の移動も起きていて、民主党の支持者が多いカリフォルニア州ではサンフランシスコから、共和党の支持者が多いテキサス、フロリダへの移住が増えています。2019から2020年の2年間でテキサスに移住したのが全体の 32.1% で、フロリダが 46.2% となりました。具体的な数として2020年3から11月で8万9000世帯がサンフランシスコから移住したそうなんです。また商務省は2021年4月8日に中国のスーパーコンピューター関連の7社団体をアメリカの経済的なブラックリストであるエンティティリストに加えたと発表。これらの企業の半導体に台湾の半導体メーカー TSMC のものが使われていますが、それも供給停止となります。また2021年4月12日にホワイトハウスらしき場所で半導体関連の会議があり、 TSMC も招待される模様です。選挙関連ではミシガン州の選挙レポートが2021年4月9日に発表。その結果、9つの郡で 66,194 件の投票者 ID が登録されていない未登録票が集計されていました。正直これはどうかと思う話です。こっからがトランプ陣営の話です。2021年4月8日トランプ氏の元首席補佐官であったマーク・メドウズ氏によると、2024年の大統領選にトランプ氏が出馬する可能性は五分五分以上であると述べました。また同日にトランプ氏はアーカンソー州のエイサ・ハッチンソン知事への批判を声明で展開。ハッチンソン氏は子供の化学物質去勢、性転換手続きを禁止する法案に拒否権を行使したんですが、トランプ氏はそれを批判し、サラ・サンダース氏を次の知事として推薦しました。翌日の9日には、イギリスのエリザベス女王の夫、フィリップ殿下が逝去されましたが、トランプ氏とメラニア夫人は声明を発表。エリザベス女王とイギリス王室への哀悼の意を表しました。2021年4月7日、共和党の下院議員であるダン・ビショップ氏もアメリカメディアのニュースマックスの取材で、トランプ氏は国境の防衛について先見の明があったと語り、大州長はアメリカの国境担当の意見を無視していると語りました。実際トランプ氏の頃は不法移民が少なかったんですが、現在はどんどんその数が増えているので、その通りだと思います。
トランプ氏とオバマ氏の金銭面に関する新たな報告書も出ています。トランプ氏は大統領就任期間中に11億ドルも損失があったのに、オバマ氏は何百万ドルも稼いでいたんです。基本的にアメリカ大統領の年俸は40万ドルと言われていますが、トランプ氏はそれを断って年俸1ドルで働いていたから、そこが大きい違いなんです。トランプ氏の長男のトランプジュニア氏も2021年4月9日に大州長の移民政策について怒りのツイート、その内容としては 1. 大州長トランプ氏の国境政策を覆す、 2. 予測可能で予防可能な国境での危機が発生する、 3. そして今大州長は自分が引き起こした国境危機を解決するためにアメリカの納税者のお金を使って外国人に現金を支給するという解決策を考えている、こんなデタラメはありえないと述べています。これはロイターでも報道されていますが、大州長は移民を食い止めるために中米への現金支給を検討しています。そこに対する批判となっているんです。2021年4月8日、トランプ氏の次男であるエリック・トランプ氏もニュースマックスのインタビューに応じ、メディアは何年もトランプ家を執拗に攻撃してきたのに対し、大州長の次男のハンター氏の薬物などに関しては穏やかにしか報道していないと批判、その上でこの国の正義の尺度が不平等だと述べています。ポンペオ前国務長官にも2つほどニュースがあって、1つ目は2021年4月8日に FOX ニュースがポンペオ氏をFOX の寄稿者として採用しました。FOX はマケナニー前報道官に続いてトランプ氏の関係者を採用したことになります。そのポンペオ氏が参加した2021年4月6日のリチャード・ニクソン財団のバーチャル円卓会議において、決済サービスのペイパルの創業者であるピーター・ティール氏が暗号通貨のビットコインについて発言。ティール氏はビットコインについて中国が仕掛けた対米金融兵器である可能性があると発言。これは本当にその通りだと思うし、現在の金融はドルが基準だから、そこをひっくり返そうとしているのが中国なんです。アメリカ議会でも中国に対抗するための法案が進んでおり、上院外交委員会でその動きが加速し、法案の中には尖閣諸島の防衛義務も明記されるそうなんです。ハリウッドの有名人でも俳優のシルベスター・スタローンさんがトランプ氏のクラブであるマール・ア・ラーゴのメンバーに新たに参加。スタローンさんはフロリダ州パームビーチに2020年12月に屋敷を購入。今後はその邸宅で過ごす時間が増えるそうなんです。どんどん大州長に反旗を翻す州が増えている中で、そのフロリダ州も2021年4月8日、マイアミでのクルーズ船再開を阻止する CDC の決定差し止めを求めて、フロリダは大州長を提訴。さすがにこれ以上の経済的な打撃は厳しいのは事実なんです。大州長が出した銃規制関係でも、テネシー州のビル・リー知事が2021年4月9日、州の銃携帯許可証を廃止する法案に署名。これはアメリカ憲法の武器の携帯 OK という条文に沿った手続きになります。あのドミニオン社との関係が深いスマートマティック社から訴えられているシドニー・パウエル弁護士ですが、25億ドルの名誉毀損裁判において自らが弁護人として臨むそうなんです。これは2021年4月9日のジャスタニュースが報道していますが、とにかく金額が半端じゃありません。WHO のあの病気に関する調査にしても反発の声が上がっており、2021年4月7日、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカ、日本の科学者、研究者24名が WHO の武漢での調査について政治的に汚されていると述べたんです。その上で中国政府の参加の有無にかかわらずより厳密な調査を要求する公開書簡を発表しました。ここからがバイデン陣営の話です。今回のメイントピックからご紹介しますが、2021年4月9日、大州長は最高裁の変更に関する委員会を設立する大州長令に署名。これは最高裁判事の人数を増やしていく計画、コートパッキング、裁判所詰め込みを進めるための大州長令なんです。つまり大州長や
民主党に都合のいい判決を出すための動きを大州長は取り始めたということになります。その前日の8日に大州長はまた訳のわからないことを話しました。大州長曰く、飛行機は2万1000マイル、マッハ28以上のスピードを出すことができ、ニューヨークからロサンゼルスまで7分で行けるそうなんです。ところが今の旅客機はどんなに速くてもマッハ1より少し低いです。しかもそのスピードは70年以上変わっていないんですが、大州長はおそらく未来へタイムスリップしてその様子を見てきたのかもしれません。以前の動画で話した大州長の銃規制関係では当然反発が出ていて、先ほど紹介したテネシー州もそうなんですが、共和党議員のマージョリー・テイラー・グリーン議員などもネットで批判の声を上げています。それにもかかわらず大州長は、銃の展示会に行けば身辺調査なしで好きなものを買うことができると、2021年4月4日に謎の発言をしています。先ほど触れたハンター氏にしても自身の回顧録に書かれていなかったこととして、1.2019年のメールでハンター氏は自身の評判を回復するために父親に大統領選に出馬するよう懇願、2ハンター氏は麻薬の売人や売春婦と常に取引し、何度も法に触れているにもかかわらず、自分に対する警察の処分を何度も交わしていた。3ハンター氏は2018年にハリウッドで薬物と売春を繰り返していた時に、当時は保護を受ける権利がなかったにもかかわらず、シークレットサービスのエージェントに守られていた。4ハンター氏は売春婦を使ったポルノ映画を作ることに夢中になっていたようで、例の PC に保存されていた動画や写真がそれを示しているという内容が暴露。これはハンター氏の PC に入っている10万3000通のテキストメッセージ、15万4000通のメール、2000枚以上の写真、数十本のビデオから分かったことなんです。民主党の下院議長ナンシー・ペロシ氏も変なことを2021年4月4日に言い出し、大州長が就任して以来国境の状況は改善され、現在は良い方向に向かっていると記者団に語りました。2021年3月だけで移民の子供たちがアメリカの国境を越えた数は18,890人と過去最高になっているのに何を言っているんでしょうか。そのペロシは悪い意味で子供が大好きな医学博士ウィリアム・エアーズ氏が設立した児童福祉団体に対して個人的にオフィススペースを貸していたそうなんです。しかもエアーズ氏は2007年に子供関係の罪で有罪判決を受けて獄中で亡くなっています。あの BLM にしても内輪もめが起きていて、 BLM の共同創設者パトリッセ・カラーズ氏が白人の多い地域に150万ドルの家を買ったことで反発を受けています。 BLM は2020年に9000万ドルの資金を集めていますが、その中からかなりの額が中抜きされていると思われます。ニューヨーク州でもめちゃくちゃなことになっていて、2021年4月6日、あの病気で職を失ったとしても政府の援助を受ける資格のない不法移民に対して最大で15,600ドル、約170万円を支給することを決定。このあたりはさすがに民主党が強いニューヨーク州らしいところがあります。ここからが中国関係のニュースです。1本目はあの IT 企業のアリババに対して、2021年4月10日中国当局は独禁法違反で3000億円の罰金を科すことを決定。日本のユニクロにしてもウイグルの件で2021年4月8日に、我々は政治的に中立だとコメント。この発言によって翌日の9日には同社の株が大きく下がり、前日比マイナス3090円の97,890円を記録。ユニクロはウイグルさんの面である新疆面を使っていますが、これでは中国共産党のウイグルへの行為を認めることになります。下手をするとこのままだとユニクロもアメリカから制裁が下る可能性が出てきます。最後にご紹介するのは日本ウイグル協会と国際人権団体のヒューマンライツナウが2021年4月8日に記者会見を東京都内で行いました。その会見で
レテブ・アフメット副会長は、調達先の中国企業がウイグル族の強制労働への加担を明確に否定できない場合は、国内企業は取引を即時停止すべきだと訴えました。やっと日本でもここまでの発言ができるようになったんですが、日本政府はどう対応するんでしょうか。ここまでが現状なんですが、相変わらず大衆庁陣営と中共が必死になっています。ただアメリカ議会が大州庁、世界が中共に圧力をかけているので、日に日に大州庁陣営と中共に対する不満が高まっているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。